メルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。これから紹介する商品は、6月の29日夜の21時にアップされる商品になります。程度、お値段などのお問い合わせは、ベルベジンウェブストアの方にお願いします。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、そちらのチェックしてみてください。はい、では、T シャツいきます。チャンピオン、バータグのラージ、もう見ていただくと分かると思うんですが、デッドストックの状態です。はい、そしてこちらラウンドでネイビーの染み込みになります。はい、グレーの霜降りです。後ろは無地なんですけども、こちらデッドストックなので、この着丈もね長いです。これがですね、まあ、大体あのいわゆる乾燥機に入ったりすると丈が結構ギュッと詰まります。まあ、あのバータグでね、ユーズドで丈があの短めのやつはだいたい乾燥機に入っているということですね。もうあの何ですか、ふかふかと言いますか、もう完全なデッドでございます。はい、こちらのチャンピオンで2万9800円に消費税です。デッドストックです。はい、続いてもバータグ、こちらラージで、こちら 100% コットンですね。はい、黄色とネイビー、ネイビーリンガーですね。はい、こちら胸も染み込みのプリントになります。ラージサイズ、これはね 100% コットンで、まあもちろん乾燥機入ってるんでしょうけど、はい、丈は結構ね詰まってます。まあ自分が着てちょうどジャストサイズぐらいだと思いますね。はい、後ろは無地です。はい、これ状態いいですね。こちら6800円に消費税です。続いて、はい、トリコのミディアムサイズ、こちらも 100% コットン。はい、こちらベースボールですかねの形。はい、そして胸、こちらも染み込みですね。ミディアムサイズなのでちょっとね小さめです。まあ、男性でね、細い男性は着れると思うんですけれども、僕はね小さいです。もちろんこの、ツートンのね袖のバージョン、これはね女性が着ても可愛いと思います。はい、染み込みのプリントいいですね。はい、こちらも6800円に消費税です。はい、続いていいですね、ポケティなんですけれども、はい、こちらスポーツウェアですかねのラージサイズ、はい、こちらも 100% コットン。はい、ベージュのポケティなんですけども、見てください、このポケット丸です。可愛いですね。はい、ちょっとね、もうこれはラージですが、僕が多分ジャストサイズですね。はい、これちょっとね僕もいいなと思いました。まあ、ちょっとねこの肌色に近いのでですね、まあ、できたらあの自分も黒いですけど、焼けた肌なんかにちょうどいいと思います。めちゃめちゃ程度いいポケティ、しかもね丸ポケなのでいいですね。こちらも6800円に消費税です。はい、続いてラルフローレンです。こちらがサイズ S サイズ、そして黒のねパイル生地です。パイル、いわゆるあのタオルの生地と同じ。はい、S サイズですけれどもね、僕これ着れますね。ジャストサイズで僕が着れるサイズ感です。まあ、当然黒いいですね。はい、もう状態は申し分ないと思います。はい、パイルのポロシャツで、こちらが7800円に消費税です。はい、続いてラガーシャツの反転ですね。はい、反転のこちら M サイズ、はい、まあ、70年代あたりでしょうかね。胸にも刺繍のワンポイント、これはね反転といえばこの足のマークですけど、可愛いですね。しかもベージュに、ブラウン、まあ、色の配色も綺麗だと思います。ミディアムサイズ、ちょっと僕はね、気持ち小さいです。はい、まあ、ラルフのねラガーとかもいろいろありますけれども、逆にちょっと人と違った、はい、ブランドですね、まあ、ハンテのラガーシャツでもちょっとこうね袖まくって、まあ、そういうこと、ね、そうね、サーフブランドなので、海に着てってもいいんじゃないでしょうか。はい、こちらも6800円に消費税です。はい、続いて半袖シャツです。こちらレインスプーナー、ちょっと落書きで S と書いちゃってますけど、実際 L ですね、 L 表記。はい、プルオーバーのね、まあ、レインスプーナーでほとんどプルオーバーが多いんですけれども、はい、こちらのフラワー綺麗ですね。はい、ラージサイズ、僕がちょっとゆったり着える感じでいいサイズです。はい、後ろも状態がいいですね。まあ、この柄が可愛いと思います。はい、綺麗ですね。こちらも6800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージのコットンハワイアンですね。
はい、エリシン入ってるタイプで、60年代あたりですかね、はい、50年代60年代60年代、うん、はい、100% コットンですね、まあ、タグがこちらです。ワイキキショップと入ってます。サイズ表記はねちょっと取れてしまってると思うんですが、だいたい M サイズぐらいじゃないでしょうかね、はい、自分が着てジャストサイズぐらいですね、はい。白にね、まあ、赤のこのいわゆるプリント、まあ、あのシンプルです、はい、もう白ですし非常に合わせやすいですね、まあ、デニムなんかも相性いいですし、はい、まあ、ショーツかなんかでね合わせてもおしゃれだと思います、はい、こちら 12,800円に消費税です。はい、続いてロングスリーブですね。ラルフローレン M サイズの、はい、こちらもね、まあ、ネイティブ柄でいいんでしょうかね。縦にこういう風な形で、はい、柄入ってます。M サイズ、ラルフローレン M サイズは僕がちょうどいいサイズ感ですね。うん、まあ、あの柄もね、ちょっと変わってて、はい、派手好きな方、ぜひおすすめです。こちらも6800円に消費税です。続いて、はい、こちら、ローバックスですね。ローバックスの、一応黒のね、これデニムだと思います。デニムシャツ、はい、サイズ L 表記です。あまりね見かけないかなと思います。普通ねブルーのデニムなんですけども、はい、やっぱ黒かっこいいですね。でラージサイズ、僕が多分ちょうどいいサイズ感だと思います、はい、状態もいいですし、まあウエスタンですけれども、まあ、またね表情黒だと違いますね。こちら7800円に消費税です、はい、続いてネルシャツファイブラザーですね、はい、こちらサイズエクストララージ、はい、ただね柄がいいです。こちらも、はい、黒グレー赤、はい、この配色もね綺麗ですね。 XL、サイズゆったりしますけれども、これは丈がねそんな長くないです。なので自分がね合わせてもちょっとダボっと着る感じ、自分が普段着るんだったら L サイズです。はい、ファイブラザー、まあもう定番ですね。あの色もいいですし、はい、ネルシャツこちらも7800円に消費税です。続いて、はい、スウェットです。はい、こちらボディはねリーのボディです。8連打ぐらいですかね。サイズラージサイズ、はい、そしてネイビーにイエールです。ラージンですけど僕がね多分ちょうどいいぐらいですかね。ちょっと丈が若干短いかもしれないですけれども、はい、普通の方全然着れる、需要のあるサイズだと思います、はい。もちろんね素材は、50-50 ですね、はい、またリバースイブとはね違いますけども、このやっぱりイエール、はい、これ定番です。しかもねいい感じにこのひび割れてます、はい。こちら7800円に消費税です。はい、続いてもスウェットですね。こちらチャンピオン、トリコのエクストララージ、こちら50-50のボディです。はい、ネイビーボディに、ミッキーですね。このまたミッキーもねいい感じにひび割れてます。はい、XL のサイズ感で僕がちょうどいいサイズ感ですね、はい。ミッキーもね T シャツはありますけど、スウェットはね、珍しいんじゃないですか。しかもチャンピオンボディいいですね、はい。こちらも7800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンのシュータグ、WXL ですね。黒ボディの前 V です。そして胸に、はい、マークとチャンピオンと刺繍両方入ってます。WXL 結構言ったりします。ただねリバースイブと形が違うので、リバースの WXL よりは少し小さいのかなと。しかも、まあ、黒ボディいいかなと思います。はい、もう状態もねいいですね、はい。こちらも7800円に消費税です。はい、続いても刺繍のラージサイズ、コンタク90年代ですね。こちらパーカーです。前 V で、白のラバープリント、はい。ラージサイズ、僕がジャストサイズですね、はい。この状態いいですね、まあ、リバース行き人気もねやっぱりかなりありますけれども、逆にこういったねちょっと違うチャンピオン可愛いと思います、はい。こちらもですね7800円に消費税です。 7%メドレーですね。続いても7番です、はい。続いてはトリコ、こちらもラージサイズですね、はい。50-50のボディ、白ボディに、はい、いいですね、ペンシルバニア染み込みのプリントです、はい。
この辺は女の子が着ても可愛いんじゃないですかね。白綺麗です状態は、はい。まあ、ちょっとダボっと着てね、このプリントがね非常に可愛いと思います。こちらも7800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージスウェット、はい、こちらペニーズのラージサイズ、白ボディの無地です。はい、いいですね、この形がね通常のともなんか違いますよね、切り返しが。ラージサイズ、ちょっと僕はジャストかな、ちょっと小さいぐらいですかね自分だと。僕が着るなら XL を着ると思います。はい、まあ、大きめのサイズですけどね、かなり。しかも白で状態いいです。はい、こちら無地のヴィンテージスウェットで9800円に消費税です。はい、続いてリバースイーブです。刺繍のラージタグ、90年代ですね。これは何色というのかな、水色、水色とね、なんかグレーの間みたいな色ですかね。はい、逆に言うと非常に珍しい色ということですね。はい、人とね違ったリバース着たければ、こういったちょっと珍しい色を着てみるっていうのもありだと思います。はい、90年代ならではですね、ちょっとこう珍しい色というのがやっぱ出てきます。これもねほとんど見かけない色だと思いますね。はい、こちらラージサイズで15,800円に消費税です。続いて刺繍のエクストララージですね。はい、グレーボディの、胸にワンポイントですね。はい、こちらバックにもプリントあります。ね、リバーシブバックプリント本当に少ないです。あとはね胸にワンポイントで後ろに、例えばスペルだけとか、はい、あと数字とかね、まあ、珍しいパターンいっぱいありますけども、これなんかねエレファントですかね、はい、A とこれ XL ちょっと言ったりしますけれども、はい、今ね一番需要があるサイズじゃないでしょうかね。 L と XL が一番需要があると思います。はい、状態もいいです。こちらも15,800円に消費税です。はい、続いていいですね、トリコのラージサイズ、はい、ちょっとこれはね、ダメージが少しあります。雰囲気系のリバースですですけれども、染み込みです。いいですね、ボストンこのラウンドとバランスが最高にいいと思います。しかもラージサイズ、僕のサイズです。はい、僕はちょうどよくね着る、普段僕が着てるリバースイーブとかをねちょっと映像で見ていただければ、あのぐらいのサイズ感というのが分かると思います。はい、僕は一番このトリコのラージが大好きなので、はい、状態的にはね、あの少し袖口とかにボロボロ着てますけれども、いわゆるその雰囲気系です。この染み込みのプリントも少しねかすれてる感じが雰囲気いいと思います。こちらも15,800円に消費税です。はい、続いてパーカーのリバース、同じくトリコのラージですね。はい、これもね雰囲気系です。こちらもボストンですね。エンジボディにこの黄色、しかもかなりいい感じのひび割れです。はい、袖口とかにねポツポツダメージはあります。あとこのエンジボディもねこう色がこうフェードされるとちょっとね、ブラウンっぽいと言いますか、はい、雰囲気ですよね。ラージサイズ僕はちょうどいいサイズ感です。はい、雰囲気あるリバース、ここまでね作り上げるのがなかなか難しいです。はい、こちらも15,800円に消費税です。さあ来ました、よいしょ。はい、単色タグのラージサイズ、青タンです。そしてエンジボディの無地です、はい、しかもね先ほどと同じちょっと色がね全体的に色が、フェードされてきてます。これもう少しね着込んでいくともっといい雰囲気になりますね。はい、そして単色なので、ね、形もまたいいですね。うん、シルエットがねやっぱ少し細くなりますね昔の方が、はい、だんだんね90年代だとこう大きく腕回りとか大きくなってきて、はい、しかもこれね状態めちゃめちゃいいです。なかなかないですしね、この無地のね最近単色タグものすごい高い値段つけてる店もありますね。はい、こちら青タンラージエンジの無地です。こちら49,800円に消費税です。49%です。続いて、デニムのねカバーオールですね。はい、こちらポロカントリーです。サイズ表記はミディアムサイズ、まあいわゆるフォーポケの、はい、ポロカン、まあ、襟がコーデュロイでね、まあ、デニムなんですけれども、もう80年代ぐらいのね年代でしょうか。
まあ、特別ね縦落ちがめちゃめちゃいいとかっていうデニムではありません。ただね雰囲気です。今のねこの90年代ブームの中でもありますし、まあ、ポロカントリー、まあ、非常にね評価高いと思います。はい、こちら7800円に消費税です。でこちらねお好きな方いるんじゃないでしょうか、リーの、R オンリーです。 101J60 年代ですね。そしてサイズが42のロング、はい、42ロングですね。いいです。そして胸のピスネームも R オンリー、はい、このねデニムマッコンコンです。生地もねいい感じですね。まあ、ジーンズのね60年代、まあ、サイド黒タグと同じぐらいの年代なので、はい、ただやっぱこのぐらいのねマッコンコンから着るのがね非常に、色も楽しめると思います。しかも42のロングなので、はい、自分もね丈、まあ、プラスね袖もちょっと長くなってしまうので、まあ、背の高い方は特におすすめです。はい、背中にですね少しだけここ見えますかね、茶色いシミがうっすらついてます。まあ、でもね色がマッコンコンなので、ね、ほとんど目立たないです。はい、60年代 101J ですね。42ロング、こちら 35,800 円に消費税です。はい、続いて、タイガーの、ジャケットです。こちらスモールレギュラーですね。はい、いわゆる四つポケのねファティーグタイガーです。まあ形もねいいですし、あの僕でもねジャストサイズで着れるサイズ感です。まあ、あの薄手のねコットンなので着やすいんじゃないでしょうか。こちら7800円に消費税です。はい、続いて、まあ冬まで待てない方にねぜひラルフローレンのミディアムサイズレザージャケットですね。はい、もうラルフのねこの辺のレザーは本当に柔らかくてね非常に着やすいです。はい、ミディアムサイズ僕がちょうどいいサイズ感ですね。はい、まあ次の冬のシーズンにいいんじゃないでしょうか。こちらで15,800円に消費税です。はい、続いてミリタリーサマーフライトジャケットですね。はい、M421A です。よいしょ、内側に、はい、こちらタグあります。はい、ちょっとねサイズ表記がこちらにあるんですけれども、ちょっと削れてますが42じゃないでしょうかね。はい、42のサイズ感、まあ、2ポケのタイプ、これもねかっこいいですね。まあサマーフライトなので、ね、今自分ちょうどいいんじゃないでしょうか。まあ夜ねまだ涼しかったりするんで、まあ、T シャツ1枚の上にさらっと羽織ってもいいんじゃないでしょうか。まあもうベージュのね、こちら定番です。ちょうどこちらで49,800円に消費税です。はい、続いてM65 のフィッシュテールですね。こちらスモールサイズ、インナーがスモールサイズです。はい、もちろん、はい、ボディもスモールレギュラーですね。はい、フードはなしです。まあフードはね、いらないという方もいます。まあ、実際僕もね、着てますけれどもフードつけてないです。まあ、インナーとね、こちらジャケットがあれば基本的には、冬ワンシーズン過ごせると思います。S サイズ僕はちょっとゆったりします。はい、まあでも着れる方もめちゃめちゃ多いんじゃないですかね。全体的にはね少し、色がフェードしてて雰囲気出てます。はい、まあでもねこれもまた今年もね人気があるんじゃないでしょうか。S サイズで 35,800円に消費税です。続いて、ショーツになります。はい、こちらオリジナルのショーツなんですね。すごい。はい、USA 製の501ウエスト30のレングスが00、はい、下がですねこういったロックでもともと上がってます。これオリジナルなんですね。はい、もう形はまんま501です。はい、501のオリジナルショーツ、まあね、オリジナルショーツで言うと550っていうのがあるんですけど、こちら501のオリジナルです。こちら7,800円に消費税です。はい、続いて今年の夏もカットオフデニム、はい、女性におすすめです。はい、こちらスモール、まあパッチが取れてます。そしてチェーンステッチ、はい、サイドは、耳付きです。ちょっとねここ止めてしまってますが、はい、こっちの方がですよ。はい、耳付きです。まあ、いわゆるね赤耳、はい、66後期あたりですね。
ウエストが30インチなので、はい、女性腰にちょっと落として履けるサイズです。これからねもう夏のシーズン、まあ、海でもいいですし、ここもねもういい感じにボロボロっと仕上がっております。はい、色もね、まあ、ちょっと全体的に落ちてて可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちらのカットオフショーツで7800円に消費税です。続いて、こちら60年代あたりですね、コットンのワークパンツです。はい、いわゆるチノのね感じですけれども、はい、この、ネイビーですかね、ちょっと濃いめのこの、まあ、パッと見グリーンにも見えますけれども、はい、ちょっと色目が、面白い色ですね。はい、こちら、ウエストがですね36-29、はい、しかもね程度はいいです。そしてちょっとオーバーサイズで、ね、履くとね結構かっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いてこちら501-USA製ですね。はい、もうこの程度めちゃめちゃ綺麗です。はい、サイズがですね、はい、3434なんですけども、今実寸がね3332あたりです。若干レングス裾が上がってるなと思ったら、はい、こちらねいわゆる、ね、移植です。裾のこの当たり部分を上に上げるというね移植の裾上げ、これでもね結構金額かかるんですね。でもパッと見上がってるかがほとんど分かんないです。まあ、もちろんねサイドに耳もないのでロールアップしなくても履けるサイズ、はい、3434ですけど3432です実寸が。はい、USA 製のマッコンで15,800円に消費税です。はい、続いてこちら501の、ブロークンインテル、このまま打てた状態ですね、3132表記。はい、こちら一応この状態で、新品で売っていたってことですね。3132シール貼ったものです。一応ね当時のいわゆる加工で 色を落としたこの状態で、はい、501販売されていた、まあちょうどね夏っぽく色の落ちたジーンズです。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてこちらはね雰囲気ですね、501-USA製。はい、こちらひげが出てていい感じの色落ちです。はい、そして後ろ3630表記、3630、はい、いいサイズですね。もう全体的にいい色に仕上がってます。36なのでちょっと僕は大きいんですが、はい、ちょっと腰履きするか、まあ、30普段ね45履く人だったらちょうどいい感じで履けると思います。はい、実数もね3530、はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いてこちら505ですね。505、これめちゃくちゃ綺麗なヒゲですね。なかなかこれぐらいのヒゲ出ないと思いますね。503230、はい、後ろのね蜂の巣はそんな出てないんですけども、いいサイズですね。3229が今実寸です。裾はねちょっと上がってるかもしれませんが、このヒゲの雰囲気抜群にいいと思います。こちら12,800円に消費税です。はい、続いて、こちら、ね、リーの、400番という品番です。しかも、まあ、ワンウォッシュですね。これここに3034とあります。でも、ね、当時これ裾はね、上げられてますね。はい、ちゃんとでも、ね、黒のチェーンステッチで裾上げしています。実寸がね、3028、これね実はねうっすらブーツカットなんです。そしてインディコの色がねめちゃめちゃいいんです。実は、はい、リーのあやってね左あが多いんですよ。こちらねリーバイスと同じ右あやです。これのり付けして履くとですねものすごい色になります。ブーツカットをね裾上げしてるので、実際ねほとんどストレート寄りです。形としてはズドーンとしたストレートですね。そしてね後ろのポケット、このねリーンズみたいにね何も入ってない。はい、実はね70年代なんですけど、これこの頃のねデニムが本当にいい色になります。これはねぜひ、まあ、男性でもねのり付けをして揃えててほしいです。あとこのねお尻のこのレジエスがなかったりするのも女性が履いても可愛いです。はい、マッコンコンでこちら29,800円に消費税です。
はい、続きましてこちら久しぶりですね、はい、517の、シングルステッチですね、はい、パッチ置き3234表記です、はい、ちょっとお尻のポケット部分ね、ここに少しダメージあるんですけど、縦落ち綺麗ですね、非常に、はい、ヒゲもいい感じで入って縦落ちバッチリです、はい、32なんですけれども、ウエスト変わらずですね、3233、まあ、517はプリッシュランクなのでそんな縮まないです。自分だとちょっとレングス長いんですけれども、はい、足長い方517、最近ねブーツカット、また646とかもね結構探してる方も増えてきました。517が数少ないんですね。517のシングルステッチ、はい、こちら29,800円に消費税です。続きまして501のビッグイです、はい、こちらがパッチサイズ、パッチはね欠損しております。赤タブビッグイの、まあ、当然シングルステッチですね、はい、状態もいいと思います。そして何がいいか、このペンキがねちょっといい感じに飛んでます。うっすらヒゲも出てます。あたりは綺麗に、ね、出てますね、はい、こちら実寸サイズがね3529です、はい、ちょっとこのサイズ感見ると、はい、サブ6、そうですね、サブ631とかのサイズが縮んだサイズかなっていう気もします、はい、こちらビッグイで79,800円に消費税です。79%です。はい、ヴィンテージですね、はい、こちら 503BWX、はい、ボタン2つですね、1、2、トップボタン1、そしてこの下が2個というのはもう確実に 503B です、はい、そして後ろレザーパッチバッチリ残ってますね。そして片面タブ、はい、少しね脇の部分にちっちゃい小穴がポツポツとあります。そして後ろ見ていただくと、こっちがレザーパッチ側の足の方が少しね焼けがあります。これねよく、画像で一回しっかり見てもらえればわかると思うんですけども、はい、ただね状態はいいです。他ね股の部分もちょっと擦れてるぐらいです。まだ全然履ける状態です。前もね、ひげ落ち綺麗に出てますし、縦落ちも綺麗に出てます。サイドステッチも長めで、文字もちょっと最近僕老眼なんですけど、はい、小文字です。若干ですね、オレンジステッチがこの辺に少し混じってるので、まあ40年代本当後半の片面、はい、503BWX、こちら実寸がですね28/30、はい、28/30です、まあ、当然僕は小さいんですけども、はい、女性ちょっとねいいジーパン欲しいなっていう女性、ウエストが28のレングスが30です。もしねサイズ感で、迷ったらちょっと、まあ、店舗の方に、まあ、僕の方に、ね、お問い合わせいただいても構いません、はい、状態のいい片面、まあ、夜景もねこの雰囲気はいいと思います、はい、503BWX 28/30で198,000円に消費税です。片面です、はい、そして、はい、こちらもね珍しいですね、はい、701です。701の男性でも履けるサイズ、はい、大きめです、はい、こちら2年パッチはね取れてしまってます、はい、そしてこちらもマッコンの片面ですね、はい、そしてウエスト実寸を測るところ32あります、はい、32のレングス34、ちょっとレングス長いんですけども、これね、実は501とはもちろん701股上が深いレディースのウーマンズのジーンズなんですけども、さほどねお尻がこうボンとしてません。ただ股上は深いんで、これ実はね男性履くとかっこいいかもしれません、はい、シルエットズドーンと太いシルエットです。そして701というのはとこの耳です。この青ピンク青とこの2色使い、はい、この耳は701いわゆる501のオンスより薄いオンスです。なので実は夏履きやすいんです、はい、ちょっとこれで、ね、僕が実はジャストサイズなんです。レングスは長いです、はい、だからマッコンコンなのでね、レングスイエローステッチのチェーンステッチで上げちゃえばいいかなと思います。これ実はねちょっと欲しいんですね僕、はい、このマッコンから、はい、履けば当然ねいい感じの立ち入ります。そして
まあ、ちょっと501よりねちょっと太めだったりするので意外とね股上を深くて履きやすかったり、しかもオンスがちょっと薄いというのはね、まあ今のこれから夏だったらね非常にいいんじゃないでしょうか。片面です。そしてあ、すみません、ジッパーですね。ジッパーこちら、はい、コンバーですね。もうマッコンコンです。ベルトループも太いですしね、いいですね。はい、701の、いわゆるメンズサイズ履けるサイズ3234です。はい、マッコンこちら228,000に消費税です。22%ですね。続いて、アルファカテゴリーですね。明日の、29日の18時にアップされる商品です。はい、こちら、スカジャンデッドストックになります。はい、エンジボディの後ろがジャパンのイーグルですね。はい、まあ、この、ね、星も可愛いですね。非常に珍しいと思います。もうリブもねもう本当にピンピンです。はい、袖のリブも当然ですけどね、よくスウェットとか僕やりますけど全然伸びてません。はい、そしてサイズがですねおそらくミディアムサイズぐらいだと思います。僕が多分着てピタッとジャストサイズですね。ちょっと僕よりね、もう少し小柄な方とか、はい、あと、まあ、もしね好きな方いたら女性なんかはいいんじゃないでしょうか。もちろんリバーシブルで裏はブルーの、はい、もうね、ちょっと言い方失礼かもしれませんけどレプリカのような相当綺麗です。はい、こちら、ジッパーがですねこのリバーシブルタイプのスピードジッパーです。こちら50年代ですね。はい、もうピンピンです。こちらお値段98,000に消費税です。またね、デニムの買い取りなどを、ね、中心に、行っております。委託とね、両方ともやっておりますので、もしジーンズお持ちになったり、あともしねお値段等とかのご相談だったらお店の方にお問い合わせいただければお答えしますので、そちらの方もよろしくお願いします。